第42試合ベンチ外の旗手チームに戻り本音を語る。セルティックのブレンダン・ロジャーズ監督が、旗手レオの日本代表での状況を気にかけた。デイリー・レコードが伝えている。9月のインターナショナルウィークでは、2026年ワールドカップ、アジア最終予選を戦う日本代表にセルティックから前田大然、旗手が招集。前田こそ5日に行われた第1戦の中国代表戦に途中出場し、1ゴールを記録した一方、旗手は同試合と10日に行われた第2戦のバーレーン戦の両試合でベンチ外となった。旗手のこの結果にロジャーズ監督は、彼には少し同情したよ、とコメント。それでも旗手が意欲的であることを明かし、心身ともに問題ないことを主張している。初戦で彼が出場していなかったのは見たし、一方で大然が出場し、ゴールを決めたのは素晴らしいことだ。でも、彼は2試合目でも出番がなかった。プレイをするために世界中を飛び回っているレオのことを思うと、残念でならない。それでも彼は前向きで、会話の中では彼はさらに一生懸命努力し、できる限り一貫したプレイを見せられるように努力すると言っていたよ。それが彼にとって、次の試合への大きなモチベーションになることを願っている。きっとチャンスは巡ってくるはずだ。もしそうでなかったとしても、彼らがフレッシュであることは、ある意味我々にとってはプラスになる。そして、日本には本当にいい選手が揃っているということでもあり、それは尊敬に値することだ。チームでは得点も決めており、今季中心となっている旗手。ロジャーズ監督は代表では我慢を必要と説いてる。移籍の噂も常に絶えない同選手だが、これから日本代表で出場を得ることができるのか、大きな注目が集まっている。ここで腐らずポジティブ発言するあたり、旗手も成長したな。森保はまだ旗手のこと嫌いなんかな？にしても選手層が厚すぎるんだよ。これだけ器用な選手をベンチ外とは日本も強くなったもんだ。ガチな話、セルティックでどれだけ活躍しようが代表では無理。古橋も含め、このリーグで活躍しても代表は無理よ。大然だけが特別だけど、そろそろアンジーが安価で引き抜くやろ。旗手レスターの噂あるけど、マジで移籍してほしいわ。サイドバックもボランチもできるけど、今の代表オプションだとカマタとかと競う形になりそう。早くリーグ脱出を。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。